アテネパラリンピックにおけるスウェーデンチームゴールボールは目隠しをしながら鈴の入ったボールを転がしゴールに入れることで得点とする視覚障害者の球技で障害者スポーツの一つ第二次世界大戦の勝異軍人のリハビリテーションとして考案されヨーロッパで盛んに行われているパラリンピックの正式種目でもある1チーム3名による対戦形式前半十二分 後半12分、ハーフタイム3分の計27分で1試合となる。同点になった場合、延長となり、時間は前後半各3分、ゴールデンゴール形式で行う。しかし延長戦でも決着がつかない場合は、エクストラスローが行われる。ジャージなどを着る。選手は全員、目の上にガーゼの眼帯をした上に黒く塗られたアイシェードをつけ、中に鈴が入った。 ゴムボールの音を聞きながら競技する。試合中にアイシェードに触れる行為は反則となる。競技は屋内で行われ、縦18メートル横9メートルのバレーボールと同じ広さのコートを用いる。コートの両端に9メートル幅、高さ1.3メートルのサッカーゴールに似たゴールポストがあるコートのラインには紐が入れてあり触って確認できるようになっている。1946年。 オーストリアのハンズ・ローレンツェントドイツのゼップ・ラインド・ーレが第二次世界大戦で目を損傷した将異軍人のリハビリテーションとして公安、視覚障害者のためのスポーツとして紹介したのが始まりとされる。1976年のトロントパラリンピックで公開種目となり、1978年にはオーストリアで第一回世界選手権大会が開催された。 パラリンピックでは1980年のアーネム大会より正式種目となっている。欧州選手権は1983年に第1回大会が行われた。2006年のフェスピッククアラルンプール大会でも実施種目の一つとなった。日本では1982年デンマークのクラウスボスが東京都立文教盲学校で紹介したのが最初であるが 本格的な普及は1992年、日本身体障害者スポーツ協会が競技規則を翻訳。これを受けて、全国各地の障害者スポーツセンターで競技されるようになってからである。1994年、日本代表が北京フェスピックに初参加。同年、日本ゴールボール協会が発足した。日本は2004年のアテネパラリンピックで女子チームが銅メダルを 獲得、2012年のロンドンパラリンピックでも女子チームが金メダルを獲得した。パラリンピックの正式種目であるほか、国際資格障害者スポーツ連盟が世界選手権を4年ごとに開催している。競技が盛んなヨーロッパでは欧州選手権も行われている。日本では日本ゴールボール協会による日本ゴールボール選手権がある。インターナショナルペリリンペックコミッティー。 ゴールボールヒストリー2009年3月9日閲覧ゴールボールジャーマニーゲシヒテ2009年3月9日閲覧ありがとうございます